この動画ではですね、弓を持ったその手と腕の力みをどうやったら取れるか、もしくはその力みがどんだけ不要かということを説明したいと思います。弦に対して弓が直角になっている、これはもう一番大事な要素の一つだと思うんですけれども、そうなった状態でもやっぱり手に力が入ってたり、あとは腕がもう力が入っているとやっぱりうまく弾けません。試しに力んで弾いてみるとやっぱこうなりますね。こう手が震えてですね、いい音出ないと思います。で、力みがいらないということを実感していただくために、こうやってチェロをですね、水平に持っていただいて、でですね、弓はこうやって、まあ指は何でもいいんですけど、このですね、マークのある部分を2本の指でつまんでいただきます。で、こういうふうに寄せた状態から弾いていただきます。この時にいつもと何が違うかっていうと、弓がですね、弦の上に完全に乗ってるので弓が落ちてしまう心配がないんですね。この時弓が落ちちゃいそうなので、それを、防ぐためにしっかり持ってしまうという、原因があります。あとはこの2本指だけで持つので、変な力みが入っててもですね、まああんまり伝わらないんですね。普段より伝わりにくい、まあもしくはこうやって持てばですね、まあ、力む必要が本当になくなるので、力まなくてただ弓を直角に引くことができることになります。で、これを体験していただくと、かなり、あ、なんだ、こんなに力入れなくても音出るんだっていうふうに実感してくれると思います。で、普通のですね、体勢に戻った時なんですけれども、この時も、先ほど水平に楽器を構えてた時のように、感じることもできるんですね。このエンドピンの長さ、これすごく重要で、エンドピンをちょっと長めにすると、そうすると楽器が普段よりも水平になります。そうすると弓すごく落ちにくくなります。もし今まで結構楽器をこのように垂直に構えていて、手が力んでしまうという方は、それはですね、それはそうなんです、弓がこう落ちやすい状態なんですね、楽器が垂直な時っていうのは。なので楽器を水平にしてください。もう結構エンドピン長くしてですね、水平にすると先ほどの状態に近くなって弓が落ちにくいです。全然違います。なのでこの時の状態でですね、弾いていただくと、あ、なんだ、こんなに力いらないじゃん、変に力まなくていいじゃんって思ってくださると思います。もう一つあってですね、力んでしまうタイミングっていうのがあるんですね。それは弓先に、弦が乗ってる時、逆です、弦に弓先が乗ってる時、この時は、弓のですね、両ターンで支えているので、ほとんど弓の重さは感じないと思います。この時は大丈夫なんです。この時軽く持てれば全然問題ないんです。なんですが、こちら弓元に来ている時っていうのは、このですね、弓先がすごく重いんですね。落ちそうなんですよ。それを、一応正しい持ち方をしていれば小指で支えることができるんですけれども、小指がしっかり支えになっていないと、このように握ってしまったりだとか、手全体をすごくがっちりと持って、引いてしまったりだとかしてしまいますので、それはですね、また持ち方について動画で説明したいと思いますので、この動画ではですね、力まなくていいんだなっていうことを分かっていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。